い、皆さんこんにちは、みなです。今日はあの有名な餃子屋さんに来てます。餃子の王将です。王将、人生初じゃないですか。そうかもしれない。餃子で有名だよね。それ以上は分かんないので、それは今日この動画で何があるかを見たいと思います。じゃあまずはメニューを見てみます。ブランドメニュー、ね、ブランドメニュー王将。うわ、すごっ。もうそんなにあの、まあ、餃子はもちろんなんだけど、こんなにチョイスがあるなんて思わなかったよ。すごいね。見て、ラーメンとか。わあ、私はそういう焼きそばとかが好きだよ。チャーハンもいいよね。ジャストサイズメニューって、これ多分全部小さいサイズもあるんだよね、うん、あ、1人用ジャストサイズってこと。だから、あの、いろいろつまみたい人用の。そうだね、だってカウンターでさ、1人で食べてる人もいるもんね。そうそれすっごい頭いいよね。さすが日本だよね。じゃあとりあえず餃子だよね。とりあえず餃子とビールじゃない？OK。餃子はちなみに、あの、1人前6個、341円、税込み。安すぎないですか？安いね。1個あたり50円、60円ぐらいじゃん。なんでそんな安いの？普通に1個100円ぐらいするイメージあるけどね、1切れ。そうなんかラーメン屋さんとかで。じゃあそれを注文しよう。あ、レナ見て、ニンニク激増し餃子がある。たくさん入ってるってこと？そう、激増しで餃子があって、普通の餃子もある。あ、ニンニクゼロの餃子もあるよ。本当だ、ニンニクゼロ。生姜餃子。あー、それも美味しそうなかもしれない。ちなみにね、このニンニク生姜ゼロ、はい、間違えた、はい、ニンニクのニンニクゼロ生姜餃子だよ。そう、なんであるか知ってる？もちろん、匂いハラスメントみたいな感じの考え方があるでしょ、日本に。そうだから、あの、明日仕事が、大事な会議がある人はニンニクが食べないでしょ、うん、他の人を気にしてくれるから、日本人は。そういう素晴らしい文化があるからね。私はニンニクを食べたい。だから両方頼んでみる。はい。ちなみにマシマシじゃなくてよかったの、ニンニク。いや、そこまで大丈夫、そこまでじゃないでしょ。ニンニク大好き、ドイツ人じゃなかったっけ。いや、ニンニク好きだよ。でもニンニクがありすぎると、あの、気持ち悪くなることもあるでしょ。あ、だからまず王道の餃子からいくか。いや、それは定番を食べた方がいいでしょ。生来ました。すぐに来たね。めっちゃ早い。あの、速さが半端ないよ、さすが日本。乾杯。皆さんも乾杯。くー。うるさい。さすがに声出なかったかもしれない。これも美味しいよ。餃子が楽しみだね。来ました、餃子。これがニンニク普通餃子と、こっちニンニクなしの生姜餃子。で、一番大事なのが、それはちなみに醤油とラー油とお酢混ぜるタイプですか？Yes。 ちなみに酢胡椒って知ってる？ No。 お酢と胡椒を混ぜるやり方もある。これブラックペッパーでしょ。初めて聞いた。日本人よくやるよ。初めて聞いた。そこに胡椒をパッパッパッて振って。胡椒がめっちゃドイツの料理に使われてるでしょ。入れすぎや。さすがに入れすぎや、社長。さすがにドイツ人でしょ。それも胡椒や。はーい。あ、チャーハンも来ました。ベビーチャーハンだね。いただきます。普通餃子に普通の餃子のタレ。中のシャキシャキ感とか、めっちゃ美味しいよ。これが食べた瞬間、こっちにも香り来たんだけど。いや、ここにも香り来てるよ。めっちゃ美味しい。まあ、さすが餃子がお店の名前に入ってるっていう。餃子の王将だからね。そうだよ。めっちゃ美味しい。はい。親父や。餃子の王将によくおる親父や。あ、今どっち食べた？ニンニク餃子。ニンニクが入ってるやつ。今ニンニク餃子食べた。これなんかもうちょっとニンニクあってもいい気がする。だからニンニクマシマシあった。でもいい感じ。じゃあもう一個食べてみる。これはニンニクなし生姜餃子。はいはいはい。の普通ソース。香りがいい。なんか物足りないとか全くなんもない。美味しいよこれ。なんか違うさっぱりな感じはする。あ、さっぱり餃子になるんだ。うん、どっちが好き？ニンニクの方が好き。ニンニク女爆誕。うん、レナ社長の人生初、ニンニクの方食べますか？ニンニク酢胡椒。この食べ方があるので。
どうよ。あ、これ好き。ドイツめちゃめちゃ胡椒使われてるでしょ。あ、そうなの。どんな料理にも胡椒いっぱい入れるよ。胡椒以外はないよ、ドイツは。どういうこと。味付け胡椒のみなの。そうだよ。やばい国や。塩胡椒。あ、そっか。シュニッツェルとかも胡椒いっぱい振ってるもんな。うん。これこのままで飲みたいぐらい。やば。今、視聴者驚愕だよ。胡椒飲んでますやん。飲むのあるから、はい。餃子といったらビールだから。わかる。わかった。本当にわかったよ。何が？ビールが餃子に合う。でしょ？私ビールあんまり好きじゃないけど、なんかそのレモンサワーの甘酸っぱさより、うん、ビールの方が当然美味しい。そうよ。ようやくガチの親父になってたね。今までドイツ人の親父だったけど、本当は日本の親父になってたね。次何食べますか。まあ、今は餃子をとりあえず食べてみたから、麻婆豆腐も食べてみたい。あ、これ美味しそうだね。本当に。私がここはすごい目いったよ。酢豚。あ、酢豚も行くね。なんかこう美味しそうだよ。めちゃめちゃ。あと春巻きも行っちゃう。春巻きも行っちゃうか。あ、ちゃーん。来た。めっちゃ注文して一気にすぐに来たよ。2、3分しかかかってないよ。そう。でもめっちゃ早い、まあ、早く来るのが特徴というなんかいいポイントだよね。酢豚、そう、テレ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 としてるよ。焼きそば、うん、なんかお肉も柔らかいし、タレ、うん、テレテレでなんかすっごい美味しい。あー、テリテリの、あ、すいません、ビール一つください。はい、ビール一つください。ビールがもう、はいはいはい、なくなっちゃいます。さっき入れて社長に飲まれて、はいはい、皆さんどうですか。私はそんなに飲んでないです。めっちゃ美味しそうだった。麻婆豆腐、これ豆腐はヘルシーだと信じたいよ。熱々で美味しい。辛い辛い。だって麻婆豆腐の、まあでもちょうどいいから、それ私でも飲む。はい、ありがとうございます。来ました、ビール。私の話はビールに加わった。ビールが大事ですか。行くね、グビッと。おかわり。グビッと行くね、ジャートさん。おかわり。ないから、タカのやつを飲む。グビグビ、それ一気に言ったらすごいよ。やめて、それはやめて、俺のビールなくなるから。そんなことはないでしょ。試してみる。いや、でも日本のおじさんとか俺だったら、グビッと行くときあるからね。やめて、俺の分なくなる。動画のために、この動画は何万回再生になったら、次の動画で一気をするっていう。レナ社長がビールをグビグビ飲みっぷりよく行く。5000いいね来たら行こうか。なので皆さん、いいねたくさん押してください。5000いいねは来ないから大丈夫、安心して。1動画に5000いいね来たらすごいから。はい、ちなみにレナがビビり始めましたよ。皆さん次第です。じゃあ、揚げ春巻きだよね。なんで春巻きなの。英語でもスプリングロールだよ。ドイツ語でもフーリングスゴーデだけど、なんで春なの。春と関係ある。そう、爽やかだからじゃない、パリッとして。そう、わからん。皆さんはどうですか。これがいい。そっか、もう半分食べちゃった。今口に半分入れたもの出してあげた。出したよね。すごい美味しそうだよね。塩焼きそばかと思ったわ、色的にね。ちなみにドイツにも焼きそばってあるの。焼きそば的なドイツ料理、なんかフライドライスとかがある。フライドヌードルとかもある。チキンが入っててちょっと野菜が入ってる。だからこれにすごい似てるんだけど、ドイツは基本的には中華を持ち帰りして、四角いボックス、そうだ、ね、ペーパーボックスに入ってるやつのイメージなんだけど、よく地下鉄とか駅のさ、お店に入ってるよね、そういう。 それがなんかドイツの中華屋さんって感じはする。確かに日本にはないよね。つくかな。写真をここに置いとこう。なんかアメリカン映画とかも出てくる、うん、確かにあれを中華料理って言ってるよね、ドイツの人だとかね。と比べたら全然もう違うもんね、スタイルが。日本の中華料理ってね、箸が止まらんやん。ちなみに俺まだ一口二口くらいしか食べてないんだけど、見てこれ、もう餃子もあと1個でしょ。何を文句言おうとしてるの。食欲お化けや。はい、次はベイビーチャーハンだよ。ジャストサイズ一人用チャーハン。フライドライス美味しいね。で、麻婆豆腐一緒に食べるともっと美味しいんじゃない。私を止めないと私全部一人で食べちゃう。じゃあ俺焼きそば食ってる場合じゃないわ。もう半分食ったよ。ちょっと俺にさ、多めに食べさせてあげようとかっていう気持ちは。ドイツ人だよ。 very very correct。 ニンニク
餃子の1人前、はい、まだまだジャストサイズが分かる。ちなみにさ、はい、ジャストサイズのごま団子ってさ何個入ってるの？1個。じゃあ俺食べないやんそんなこと考えてないやんなんかまだ社長はメニューを見てる。チューリップの唐揚げ、すごい食欲だよ。みんなどう思う？いや、お腹いっぱいだよ。すごい食欲だよ。お腹チューリップ今日頼んださメニューのさ8割ぐらいレナが食べてさ、チューリップの唐揚げ、まだ唐揚げ食おうとしてるすごいよマジで。ニンニクマシマシ餃子1人前頼んで6個、はい、大丈夫って聞かれたけど4、2、4個食べれるのすごいやん。5、1 3、3見せよなんか酔っ払いましたよ私。酔っ払ってた？半分は飲んだかな。2杯分ぐらい飲んだよ。うん、2杯飲んだだけで酔っ払うドイツ人って、なんかもうドイツ人じゃないよ日本人みたいだよそうだよ皆様何杯ぐらいで酔っ払いますか？確かにね、これ心配かも。赤はなんか10杯ぐらい飲んでも何も感じてない気がするよ。何杯で酔っ払うって20杯とかじゃない？20杯とかじゃない？もう覚えてないもん。だから今は何杯飲んだの？まだ3杯しか頼んでない。で3杯は何も感じてない？いや、ちょっと感じてるよ。ふわふわっとしてるよ、ちゃんと。いや、全然強くないってことだよ。そう、そんな強くないかもしれない。社長さんも2杯でもうベロベロでかもしれない。来た、ごま団子。ジャストのごま団子。ジャストごま団子、1個。だから私のごま団子。うまそうだね、でもね。うん、あ、お餅じゃない？うん、おいしい。あんこ？うん、うまそう。お餅とあんこ。うま。おいしい。こいつ、この中全部食べようとしてる。全部食べたら何か言われるのかな。いらないよね。食べてもいいよ。はい、ニンニクマシマシ餃子。さっき食べたさ、団子めっちゃうまかった。そんなニンニク強い感じ？ニンニクだってマシマシだからね。マシマシだよ。ニンニクマシマシ餃子だよ。めちゃくちゃうまそうじゃない？ニンニクやばでしょ？ビールにめっちゃ合うわ。何何？めっちゃ合うわって言われた。めちゃめちゃうまいよ。やっぱスゴショー最強。うんうんうん。ビール合う。ニンニクの臭さをちょっとこうスパッと。さっぱりそうやな、うん、今これで食べた？スゴショーで食べた2回？これ動画だよ食レポだよ確かにね、レナこれでいいよ。うまい、スゴショー。なんかカメラの上で動いてるからタカがなんか下手になった気がするよ食レポ。でも結論から言うと今日3種類食べてる。普通の餃子の餃子が一番美味しいよ。俺もなんかあれかも、普通のノーマル餃子でスゴショーで食べるのが一番うまいかも。それこれニンニクマシマシマジすごい。マシマシだよ。ここにあるだけでニンニクの香りがもうニンニク好きにはたまらんと思うよマジ。大丈夫ですか？辛いましたよ。赤くない私。いや、赤くない。赤くない。全然赤くない。全然見た目には分かんない。よく隠してますね。信じられない。ここに来てまたレナがこのピンポン押した。ピンポン押しちゃいましたの？ピンポン押した。まだ何か食べようとしてる。ごま団子のジャストサイズください。来た。来ました。黄金の卵来た。これマジでうまい。これマジでうまい。本当に美味しいよ。食べました。食べきりました。ごちそうさまでした。もうだいぶお腹いっぱいになったマジで。ちなみにお会計きました。いくらのお会計？さっき俺見ちゃいました。あ、そうなんだ。ちなみにこの値段です。6300円。答えは5000円以下。安すぎるすごいよね、こんだけさ食べて飲んでさ。は？4880円だよ。なんか最近サイゼリアいたでしょ。うん、サイゼリア4500円だったよ。ああ、そうそうそう。それとほぼ変わんないよ。でもほぼ同じぐらいのお腹満腹度とお酒飲んでるよ。そうだよ。なんで？だから日本のチェーンってすごいねマジで。安すぎるよ。この味のこのクオリティのこの速さ、この値段信じられないよ。俺もさっきビビったもんこの値段見て。ビビるよ。はい、オッケー、じゃあ決めた。どっちにする？勝った方か負けた方か。勝った方が決める。そんなルールある？自分が勝って自分が払うってこともあるってこと？ある。最初はグー、じゃんけんぽ。
勝ち。はい、タカが払う。言うと思った。でしょうね。どうぞ。それは勝った方が自分が払うわけないや。今日はタカのおごりでごちそうさまでした。ということでごちそうさまでした、ありがとう、払ってくれて。美味しかった。美味しかった。一番美味しかったのが何？餃子だよね。私もそうだよ。餃子がうまかったね。定番の定番の餃子だよ。麻婆豆腐もうまかったけどね。酢豚も美味しかった、ね、うん、うまかった、うん、そう。でデザートのごま団子もうまかった、追加したし、お酒も美味しかったし。5000円以下だよ、2人で満腹、うん、ね、飲んで食べて、はい、また行きましょう。餃子の王将めっちゃうまい。もう一個あるよね、大阪王将。大阪王将もあるわ。みんなどっちが好きなんだろうね。そうだね、教えてください。コメント欄で大阪王将に行った方がいいよという方がいましたら次に行きますので、ちょっとコメントしてください。ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。